お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左の田口、対するドラゴンズの先発はエースの大野、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。田口降板、マウンド上は大竹、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第4球を投げました。インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。背番号52、投げた、ボール、投げた、初球見逃し三振。バッターは代打遠藤に変わりまして、遠藤背番号23。投球はこれから3球目、空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球を打ちました。坂本バックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。大竹、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回の表が終わって3対2です。ジャイアンツ敗れました。ご覧いただきましたように、本日の試合はドラゴンズが勝ちました。勝利投手大野雄大、敗戦投手田口、西武岡田。さて、今日のヒーローは勝利投手の大野、本当に今日は大活躍でした。